はい、2021年9月28日ドラクエウォーク仲間モンスター結構育ってきましたんで、新コンテンツも解放されたしましたし、やってみましょうということで、いろいろちょっと作ってみたんですよ。とりあえず、ここら辺のちょっと待ってくださいね。上の方のね、ちょっと待ってくださいよ。3パターンぐらい作ったんですよ。こんな感じで、回復があるやつ、北部入れたやつ、それからなしのやつと、で、作ってみたのが、これ一応スロットルも適当に埋めてみたんですよ。いろいろ育てたやつをとりあえずばらしてみて、まあ、よさげなやつを適当に突っ込んでみたんですよ。とりあえずこんな感じで見てくださいなということで、まずは、ゴーレムさん。これ最初からゴッドスマッシュ覚えてまして、大防御とか持たしたったかな、どんな感じになるかなということで。耐性とかもなんか適当に入れた、これ確か。ごちゃごちゃ入れました。スロットルどういう風にしたか、継承スキルで見た方がいい。こんな感じです。適当に入れてみた。ドルマが意外にデンスで、耐性度で、守備力も上げて大防御入れてどうかなということで、こんな感じにしまして、で、それから上から順番に行きますか。ドラゴンキッズさん。これ別に最初からそんなすごいスキルあるってわけじゃなくて、継承スキルこんな感じで適当に入れてみました。攻撃に関してあれだもんね、これ。ブレスじゃないけど、そのあたりがあるから、そんなになんかつけるのが耐性とかあれかなと、まあ、適当にこんな感じでつけてみまして、それで、まあ、エースじゃないですけど、ドリードさん、ベダパリオで集中的に打ってくれるといいんですけどね、これをね、なかなかそれ難しいですよね。それで継承スキルこんな感じで、攻撃魔力上げて、まあ、全体以上か、全状態以上か、ベダパリじゃないけど、まあ、あれは、あれだな、やってくれるかどうかですもんね。ジバリア耐性とか入れて、まあどうかなというところで、それで、この人、キラーパーサンさん。第一撃がこれ強いんですね。第一撃確かにあったあのスキルで、誰かに出しつけたり確か。ということで、最初こんな感じで覚えとって、で、継承スキルこんな感じで、まあ開始、まあ火力特化ですよって感じでね、耐性どうのこうのというより、まあ一応メラ耐性も入れましてどうかというところで、こんな感じにしまして、それから、これさっきやったか。そうだね。我らがエース。こんな感じやりました。大防御入れて。んで、あとは、ちょっと待ってくださいよ。あれ入れんかったんだな。で、一応、うちのエースの回復役じゃないけど、スロットルを使うのちょっと迷ったんですけどね。もう、まあいいわと思ってやっちゃいました、とりあえず。こんな感じで、ザオラルとベホビー覚えさせたった。いや、入れるのなかった。ザオラルもったいなかったかな。入れたったもん、無理やり。こんな感じで、回復魔力。特技 HP 回、まあ、適当に入れました、これ。耐性も余ったので適当に入れて。まあ、こんな感じで3パターンとりあえずやっていきますということで。まあ、まずは回復なしでどこまでいけるか、北振りなしでとりあえずやってみます。一応このために何も手つけずに乗ったんですよ。とりあえずこれをやってみましょうということなんですけど、これ変えなかんね、パーティーね。あれ、パーティー変えれんのか、ちょっと待って。北振りなしパーティーです。これでいってみましょう。とりあえずということで、ドン。火力はまああれだと思うんですよ。で、ゴーレムもそこそこ耐久はあるはずなんですよ。おそらく。ゴスマがどうかよくわかってないですけど、まあとりあえず行ってみましょう。どんな感じでしょうかということで。いきなりメナパに行ったね。ドキドキバイション。火力はいけると思う、本当に。うん。これも強いね、普通に。硬いね。止まったけど硬いね。まあまああれだね。火力的にはいいと思います、素直に。ありゃ。ありゃ。回復しやがるな。どうでしょう、汚染かな。あいつ鬱陶しいな。鬱陶しいな、あいつ。ああ、強い、強いですね。ラビオブロス強いですね。うん。火力はまあ、あれか。一体落とせるとあれか。あとあいつだな、ボンナだな。おう、おう、おう、ドルイド、ボスバ行ったけど。ドルイド先生あれだな、こっちちょっとやばいんじゃない。一体落とした。こいつだな、問題は。あと回復役もおるもんな。どうだろう、いけそうか、いけそうか。ゴーレムが硬いでなんとかあれだね。あ、そうだね、いいね、なんとか。壁役いいんすかね。どうだろう、ゴスバなんかエーダでめちゃくちゃ強いんかなと思ったら、そこまでってこと。私の人が性能弱い。まあ一応でもあれか、回復なしでなんとかか。本ちゃんが多分こっちなんですよね。向こうなんですよね。ちょっと回復ありの方も後でやってみますわ。とりあえずこれでどこまでいけるか。これで、これがあれだね。なんだこれ。キラマオルじゃん。まあ、いや、とりあえず行ってみましょう。強いんだろ、これどうせ多分。いけ、舐めすぎかな。
いいわ、一応なしていってみますわ。どうでしょう、どうかね、どうどう、あでもいいダメ出すで、ね、やっぱね、第一の一撃1個で確か拾いましたよ。なんだこれ、灼熱サイクロン、ブレスはまあいいで、回復やっぱ折った方があれなんか、岩石落とし、まあまあめちゃくちゃ強いってわけじゃないだ、ビリビリバリア、ゴーレムでも体力あれだね、カチコチやね、ブレスでも強いだ、おいいんじゃない、耐久的には、あ結構いいんじゃないぞ、ちょっとゴーレム以外はやばいか、ゴスバメいっちゃ強いってわけじゃないんだね、これ。あ、勝ったか。ゴスバってこれあれなんすかね、それか。ゴーレムからさ、何ゴスバだけ抜いてさ、うまく。で、それをどっか他に継承させた方がいいってことなんかな。そんな強くないよね。防御役だよね、完全ね。ということでなんかあっさりいけたね。スロットル効果あった。ちょっとこれだったら、別パーティー。もう一回、二回ずつやらせてくださいなということで。さっきこれキラーパンサー入れてたんで、キラーパンサーなしの方のこの回復の方、これでいってみますよ。キラーパンサーでもあれだね、第一の一撃あれ強いで、死500地味に与えるもんね。単体落とせるから、あれか、全体的にいかんで、ドルイドもでも全体あるんででかいよな。あ、危ねえ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 だな。危ねえな、うちのメダパにも入っててよかったけど。そうだな、ゴーレムすごい仕事しとるよな。うん、ここら辺のまあブレスはあれだね、全体平均200ぐらいはあれだね、与えるね。あとは回復入れてどうかってところか。うん、この人も OK。ライデインだった？防御はいいね、カチカチやね、これ。回復はどうでしょう、フバーハ行くんだ。おー、あ、もうそうか、まだあれか、減ってるわけじゃないか。岩石落ちたとしても地味にあれだもんね。めちゃくちゃ強いってわけじゃないけど、壁役の攻撃としては十分だよね。ドルイドがもう落ちあれだね、耐性とかで、ね。ああ、そうだ、クラウスとかドルマ欲しいんだよね、耐性で。ああ、そうね。ドルマっすね。そうなんすよ。欲しいっすね、ドルマで、ね。もうこれ地味にほんと抜いていくしかないね、運よくね。狙って取れんもんね。確定みたいにそこの池はなんかあれだもんね。そのスキル持っとるやつがおるっていうわけ、あ、壁役がうちの。これ意外に押した方がいいってやつある？ドルイドランクなどもうあれだね。で、キラーパンサーないのもやっぱあれだね。単体同せんの辛いか、意外と。で、あるな、意外に。強敵とか超高難度とか一緒の理屈か、一体落としたら勝ちじゃないけど、それに近くなりますもんね。だよな、これ特にオートだ、 AI だから狙ってけんすもんね、一人よで。結構苦戦しとるぞ。壁役がホットなんとかし、あ、ザオラルやったか。お、よかったじゃん。入れてよかったね。いいんじゃないっすぞ。ほう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 。そうか、あれでもスキルやってくれる確率あれなんだよね。性格特にやってやっぱ選ばなあかんすよね。無理につけ、まあでもいいや、せっかくだれね。あ、ベホイミもあるで、まああれか。ちょっとでもやっぱドルイドあれだね、ドルマ体制で、効くで、やられるな。あとは単体効果、そうか、単体効果力と全体攻撃と回復と壁役みたいにした方がいいってことかな。あ、でも相手にもよるか、ホコラと一緒か。人数おるところだったら全体でやってた方がいいし、逆にあれか、一人だけ落とさなきゃいけないんだったら倒した方がいいってことか。即死攻撃とかなんかあれだね、鬱陶しいことやってくる相手だったらそれだけ倒した方がいいってことだそうで。自分でただこれあれだね、タゲレンとこがちょっと歯がゆいとこあるな、これ。でも意外にあれなんだね、回復入れるよりなんか火力でご利用した方が早いっていうか、いける、まあでもそうか。あいつもザオラルやるか、なんだあれ。そうか、自分だけじゃねえんだ、敵もやるんだな。ちょっと長引きすぎだね。これ火力があれだろうね、ないからだろうね。あ、そうだよね、これ。ああ、そうか、そうか、そうか、そういうのもあるんだ。
これでじゃあもう一回最後のとこやらせてもらって、で次変えますわ。キラーパンサー入れて北振り入れた方でやってみますわ。これちょっとでも時間かかりそうだね。ただでも耐性があるから一概に言えんよな、これ得意不得意があるから。ドルイドのドルマがね、まあ言ってみましょう、ドンということで。火力はもうほっと墨付きだよね。これは、あーめっちゃ食らうな。これでも今のさ、ゴーレムであんだけ食らったってことは相当だれダメージ強いです。あ、でも回復でかいね。ドルイドの耐性ちょっとあれだね、これ。いってそうだね、これ。もっと下げた方がいいか。ちょっと食らうよな。そこだよな。ああ、そうだよな。ああ、意外に何これ、火力で押した方がいいってやつなの？ん？そういうこと？北部用なんでこれザブラルできんもんな。押せるかこれ。うわ、食らうな。食らうわ。ゴーレムこけたらこけるな、これ。回復ねえでな。やべえな、これ。睨みつけた。特殊攻撃ではなんかこれめんどくさいな。相手もビリビリバリあるな。一回これダメだな。ほっとこう壁ないときついね。あ、これ強いわ。あのバズーカ強いな。これダメだね。やられたね。ダメだね。でもこれ意外じゃないっすの。回復入れた方がやられるって。ね。回復なしでご利用した方がいいってことだもんね。キラーパンサーそんなにだったら効果高い？じゃあ次はキラーパンサーと北振りを入れた構成でやってみますよ。なかなか奥深いな、これな。これでちょっとやってみますか。これで2000ほど。回復なしで勝ったら何あれ、たまたまだった、もう一回やったらダメとかってやつ。これでやってみますわ。いってみましょうということで、こんな感じで。キラーパンサーの方がいいんかな。キラーパンサーとドルイドなの。まあいってみましょう、とりあえず。あ、でかいとこメダパに入れたね。自分倍したもんな。あ、でもこれやっぱ強いわ、耐性あって真ん中与えるで。500だもん。あ、でも食らうな、やっぱ食らうな。マヌーサ。あー、うざっけんのやるな。食らうな、そう、回復してほしい。うん。耐性米かボロだ。マッスルポーズ。防御上がったね。これが強いっすね、ホットで。うん、ベラパリ、オッケー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 。あ、いいね、いいね、いいね。壁でいった、いいね、いいね。あー、それは難しいか。あれだな。ボンナ、ほんとあれだね。ここはいけそうだね。あ、ミスった。うん。まあまあ、ここはなんとかあれでしょう。メダパニ効果でかいっすね、これで。あ、お前メダパニかけるくせにかけられるんだな。そうか、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 そうか。そうか。一見強いかなと思ったけど。あー、ブレスも強いな。キラパンサー強いな、これ、火力は。あー、でもドルマ、ね、やっぱな、これ。ここの体勢だけなんとかしたいね、もっと。ドルイドの弱点か。デバイス2段階。えぐいな。いや、800えぐいな。キラーパンサー入れるの結構でかい、これ実は。キラーパンサー、ゴーレム、北振り。キラーパンサー、ゴーレムは鉄板かな。北振りなしでもいけたとこ考えれば、でも相手次第か。もっと強くなったらあかんってことかな。火力が間に合えばいいしかね。これってでもあれですよね。ほこらで、なんて言うんだろう。今のピックアップ武器の4突を4本持っとるとか SP で挑むとかそういう感じですよね。火力があれば押せるもんで、そこら辺がないとあれだもんね。回復1人入れるとか2人入れるとかっていう風であるから、そんな軽かな感じかなってなんとか思うんですけど、キラーパンサーの方がでかいんかな、これ。ちょっとこれでとりあえず最後行ってみますわ。回復入れた北振り体勢どうでしょう。ザオラルもきっちり打ってくれるとね、こっちの方がいいんかな。
そうな、でも自分倍仕掛けて単体効果力上げて第一の一撃あれがジバリアか。耐性あって真ん中ダメージ与えてくもんな。メダパに、あ、ミスもあるな。あるな。そう、やっぱか、やっぱあれだな、壁役としては。これでキラーパンサーどうでしょう。まあほとんどある。あ、やべ、やばかった、やばかったな。攻撃は死んで、大防御、あ、でかいね、でかいね。あれ、相手もあれだね。お互い壁役あれだな。ほんで、や、あ、強いな、いや、ブレスっても強いな。氷結、あれあかんな。モロ食らうね、あれ。これもやっぱ耐性ゲームなしなのにね。うん、回復まあまあ、もうちょい欲しいかなと思うけど。岩石吉と地味にね、お、あ、こっちの方が強いね。向こうの方があれだな。私の方のゴーレムが一応あれだな。仕事しようだ。第一やっぱ強えな。で、あ、でもビリビリあかんね、あれ。あーっと。あーっと。そうか。回復って追いつかんは追いつかんだな、これ。そっか。あ、ビリビリ食らっとるのもありますけど。あれでもでかい。あー、バズーカ強いもんな。やられる前にこれでやった方がいいやつなの、実は。ちょっともう一回、泣きのもう一回。だったら回復なしで。どうなんだ、これでやってもいけるんだったらあれだね。回復なしでもいいってことだもんね。それか私のあれか、北ぶりが極めとかじゃないからそんな強くないってことかな。ちょっと回復なしで最初でいけた構成で。あれがたまたまの運だったのかどうなんだろう。これちょっととりあえず行ってみますわ。まあもちろんその最初のメダパニとかああいうのの運はありますわね。ビリビリじゃないけど。状態上はでもそうだな、やっぱり。ホコラと一緒だ、そうだ。こんなもん入りゃ勝てるだろう、多分。キラマリあんまメダパニ入っとんだったら。あ、復活しやがった。クソったれが。しまったな。どう？ちょっとまずいかなと思うんだけどね、回復されると。大防御。でかいね。どうしよう。うん、うん、うん。ああ、それでかい。それはでかい。それはでかい。もうあれだぞ。こう、そうだな、これ。ああ、落ちるだろう、落ちるだろう。落ちるだろう。ああ、ってギリギリだな、これ。これでもそうだね。これだと多分私の北ぶりだと回復間に合わんから、火力で押しちゃった方がいいってとこあるんだよね、多分。だよね。キラマ倒したら一応これ勝ちゲーだよね、どっちかいうと。だってあれだもんね、回復入れた構成の方が苦戦してるんだもんね。もう一回じゃあ最後、もう一回最後。もう一回最後。これ最後、泣きの最後。回復入れて、回復入れて、回復入れて。ちょっと待ってくださいよ。こっちで行く、こっちで行くわ。これで。ゴーレム外しちゃあかんもんな、さすがに。ダメだよな。それはあかんよな。壁役でっかいんじゃない？そうするとこれ。ねえ。最初の状態異常もあります。ああ、いきなりそれ食らうとあかんだろうな。それ食らうとあかんだろうな。あ。で、これあれなんですよね。回復役の、あ、今みたいにこうやって癒しのウェーブ打ってくれいいですけど。ビリビリバリアがあかんて、あれは。それはあかんて。ちょっと。壁役落としたらでかいけど、わあ、バズーカでかいんだな、あれ。回復したいで、ね。ありがとう、ありがとう、ありがとう。ビリビっとるよ。ビリビっとるよ。あっと、あかん、それはあかん、それはあかん。ああ、2発来た。ああ、終わった。状態上運もあるけど、やっぱあれかな。なんか火力で落ちた方がいける感じなんだけどな。あれだもん、ゴーレム残ったってあれだもんね。そうだよな。なんかごつい攻撃あるわけじゃないもんで、回復できるわけじゃないし。さ、守るは守れるけど、自分は守れるけどな。なかなかあれだね。回復量がでもこれ300ぐらいとかあってどうなんだろう。
でもその間にあれだよね、火力で誰か一人ぐらい落としてかと間に合わんよなこれ多分。意外だったね、なんか私回復入れた方がいいとかと思ったんだけど、極めとかそこら辺のもっとなんていうの、素質高い人の首って回復どうなんだろう。あれベホマーラーもあるんですよね、情報だけは知ってますよ。どんなもんなんだろう。まあ、とりあえずこれあれだね、ほんと育ててってですね、コツ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 毎日ね、ずーっと続けてやったらある程度育ってくると思うんですけどね。とまあそんな感じで本日やってみましたけど、こんな感じの3パターンでやってみましたけど、意外だったね、回復なしの方が良かったんだね。キラパンサー強いよな、地味にな。あと耐性だね、アタッカー当たり前だけど全部あれだもんね、ドルマとかあれだし、特にあれだもんね、キラマの攻撃もろ食らうもんな。そこだよな、もっとあれか、スロットルとかあれか、ドルマ耐性でもなかなか出んのですよね。一応ね、今の育っとる感じで言うと下から見ていった方がいいね。レベル50がそんなあれなんですよね、もう地味なスロットル書いちゃったもんで、なんかキングスライムとか変えるのもったいないかなと思って。上位互換じゃないけど素質高いの1体おるんだったら全部潰していっていいんですけど、なかなかねそこら辺のところはね、まあぼち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 これ育てて潰していって少しずつ体勢とか埋めていこうかなって。もうここら辺はあれだね、時間ロスですよね完全にね。思うで、ザウラルでもあれだね、でかかったけどかける前にやられてもあれを蘇生させても回復間に合うもんね。現状なんか殴った方が早いんじゃないかなって私の結論でございますって、まあ、そんな感じでとりあえずモンスター牧場じゃないけど仲間モンスター、まあ、なんとか勝てたけど、なんかもうちょいあれだね、回復入れて何遍やってもなんて言うんだろう、安定して勝てるみたいな風にしてみたいよね。回復あれかな、そこら辺だとあれか、攻撃力とか防御の方のバランスも取れていかなかんってことか、だいぶ耐性ゲームだよね。まあなかなかあれだね、あのサブゲームなのか本メインコンテンツなのかどっちなのかわからん立ち位置ですけど、意外にあれだね、どんな風になってくるんでしょうねこれ。あとね、なんかあの全国のマッチングとかあの辺りじゃないけど、まあそこら辺もお楽しみということで、まあそんな感じでございましたということで、卵ないね、卵ないね、卵ない、あそこにゴーレムあるか、壁役、ああいうゴーレムからなんか壁役のゴーレムとか落ちんかな、心のゴーレム見られ欲しいよ私。そういうのないかな、これ。メガモンもさ、仲間モンスターのやつを落とすとか、グレイドラゴンとか落ちんかな。言い出した、鬼コンボ落ちんかな、強そうだね。まあ言い出したらキリがないということで、はい、ということで、そんな感じで終わり。